はい、どうも皆さん、こんにちは。タツチャンネルの達也です。本日はジャイロキャノピーのリアのフェンダーについている鉄の部分ですね、これを塗装していきたいと思います。で、塗装っていうとホームセンターで売ってる缶スプレーで塗ったりとか、あとはハケとローラーで塗ったりとか、あとはそのラップ塗装だったりとか、いろいろあると思うんですけど、今回はリフティングペインター、他の言い方で言うと結晶塗装、なんかエンジンとかのヘッドカバーが赤く、なんかちょっとザラザラした塗装面のやつですね。で、ちょっと事前にテストしたものがこんな感じなんですけど、わかりますかね。こんな感じでちょっとザラザラしている塗装です。つや消しとちょっと違ったいい感じの味が出るんで、今回はこのジャイロキャノピーのリアフェンダーの鉄部分を結晶塗装にしていきます。で、注意点なんですけど、このフェンダー、このカバーっていうのはここに上にプラスチックのまた別のパーツが付いてるんですけど、この結晶塗装はちょっと作業の都合上プラスチックにやるちょっとまずいと思うので、そこは外して作業してください。それでは作業の方いきたいと思います。では行こう。で、今回の動画ではその分解するところは全て省いてます。また今後何かの整備動画でこれを外す機会が出てくると思うので、その時に紹介するか、いろいろ YouTube にもこれを外す動画っていうのはいっぱい上がっているので、そちらの方を参考にしてください。で、これを外したら、で、この上のプラスチックのカバーも外しますと。で、それも外し終わったら、耐水ペーパーとか、あとは、スポンジみたいな、研磨シートみたいので、わーって磨いて、だいたいサビとか、汚れっていうのを落としてあげてください。僕もこんな感じで、全部ではないんですけど、なんとなくのサビを落としました。落とす前の写真がちょっと1枚くらいあるんですけど、ちょっとそれだけ貼っときます。とか、ね、見比べると多少は良くなってると思います。で、サビとかある程度落としたら、その後に、この普通の白いところもペーパー掛けしてください。これはもうペーパー掛けまで終わってます。で、ペーパー掛けの作業が終わったら、シリコンオフを使って、表面の脱脂をしていきます。ちなみにペーパーは青いペーパーが多分いいと思うんですけど、なぜか見当たらなかったので、今日は普通のダイソーとかホームセンターで売ってるキッチンペーパーを使ってやっていきます。で、脱脂するときはこういう細かい溝とか、こういうところの間もしっかり指とか使って拭いてください。後々油分が残ってたりとかして弾いてしまうと処理がめんどくさいので、入念に処理をします。それでは、塗装の下準備ができたので塗装の方を始めていきます。で、使う時なんですけど、これも書いてある、使用前は必ず振ってくださいっていう書いてあります。多分中にこの結晶塗装になるためのなんかやつがあると思うんですけれども、その成分がしっかりと混じるように振ります。あとは注意、このスプレー缶の注意書きにもあるんですけど、使う時は保護メガネとかマスクとかその辺はしっかりやってください。で、缶をしばらく振っているとこっちの脱脂した時のシリコン粉も乾いてくるので、その方を始めていきます。で、この塗料は縮ませテクニックとして塗膜を厚く塗るって書いてあるので、塗膜を厚く塗るために薄く垂れない程度に複数回に分けて拭いていきます。あとは拭く厚さもムラにならないように見ながらやっていきます。それではいきます。1回目はこんな感じで軽くパラパラってのせる感じで大丈夫でしょう。で、表面がなんとなく乾いてきたらまた塗っていきます。では塗るときは塗りにくい場所から塗っていきます。これで言うと角です。角を攻めて全体を塗っていくと。で、こうやってちょっと塗ったら全体を見てあげて、塗りムラと脱脂不足で弾いてるところがないかっ
ていうのを見てあげます。まあ、僕の場合はもう弾いててもそのまま塗っちゃって完全に乾燥してからもう一回やり直すんですけど、まあ人によってはこの段階でやり直す人もいるらしいですね。僕はやんないですよ。で今この見た時に、あここ濡れちょっとまだ薄いなってところを重点的に3回目を拭いていきます。でここまで塗って気づいたんですけど、使い忘れてました。こっちのデイトナの方にはフライマンを塗るっていう指示はなかったので、まあ、大丈夫でしょう。今回相手も鉄っていうか金属の上に乗ってる塗膜なので樹脂とかだったら必要だと思うんですけど、まあ今回大丈夫だということでやっていきます。で、ある程度いったらまた塗っていきます。それでは、塗装が終わったので次に塗ったフェンダーが入るサイズの段ボールを用意してください。で、その段ボールの中にこの塗ったものを入れます。この時になるべく触れないようにそーっと中に入れて、で、入れたら蓋をします。よし。で、蓋をしたら、本来だったらヒートガンっていうのはああいうのでやると思うんですけど、僕はそんなものを持ち合わせてないので普通の家庭用のドライヤーで焼き付けを行っていきます。これで、20分から40分焼き付けの方をしていきます。それではとりあえず10分後にまたカメラ回したいと思います。それではまだ10分は経ってないですけど、8、9分くらい経ったので一旦様子見たいと思います。あ、だいぶなってるね。今からちょっと前後を入れ替えます。今の感じだったら20分くらいで大丈夫そうですね。で、ちなみに確認とか出すときとかは必ずこうやって皮とかそういう触っても熱くないような手袋で触ってください。僕はバイクのグローブで触ってます。それではまた10分後。まだあれから10分くらい経ったので出していきます。どうでしょうか。こんな感じに仕上がりました。こういう面の部分とかを見るとなんかそのボコボコだったりブツブツだったりとかなんかいろいろまあなんかあるんですけど、このフィンのところとか一部分だけを見ればただこんな感じね、ここだけとか最初のちょっと錆びついてる種類よりは全然こっちの方が高級感が出たんじゃないかなって思います。まあ実際ここは空気を吸うところなので、その空気を吸うところが黒っていう熱を持ちやすい色にしていいのかっていうのはちょっと考えどころではあると思うんですけれども、まあ僕はもうそんなに変わらないかなって思っているので、まあもうその辺の熱動向よりも見た目が錆びた白いよく分かんない汚い感じよりはこうやってちょっと手を加えてある感じの方が、あこの人ジャイロだけど何か違うっていう風に見せれるんじゃないかなって思います。ということで本日はジャイロキャノピーのカバーの金属部分の塗装でした。今回使ったこちらのデイトナの塗料は下の説明欄の方に商品リンクを貼っておくので気になった人はぜひ買ってみてください。
本日もご視聴ありがとうございました。まだこのたてチャンネル、チャンネル登録してない人です。チャンネル登録の方よろしくお願いします。そしてツイッター、インスタグラムやってるのでまだフォローしてない人、そちらのフォローもよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。